まず目って目があります。ね、例えば輪郭がこうあって、どんなここにもう眉が全くない人ってたまにいらっしゃいます。それ僕らどう描くかって話です。でデザインも変わるんですね。ここに眉丘筋ってあって筋肉の流れが必ずあるんですけども、一番そこで分かりやすく言うと黒目の端上ぐらいにまずこの山っていうのを考えます。イメージとして。で山を考えてここに毛がちょっと全くないことないんでちょっと生えてたりしますよね。眉丘筋って言いまして、にっこり笑った時にここクッと上がるとこあるんですよ。わかります？筋肉の流れでキュッと上がるとこね。これが大体やっぱここら辺になります。でまず山からこの目のカーブがありますね。目のカーブに向けてまず1本入れてください。でその時にこのカーブに対してやや平行ぐらいになります。そうですね。そしてこれができたら今度逆方向に、山から逆方向にこういうふうにして入れていってください。目に沿わす感じですね。左側の見本を見てもらいながら、見本を見ながら、見本に合うような感じにしていきます。はい、ちょっと描きながら感じたことが多分あるはずなんですね。左右って最初にしぬくやるんです。左側と右のちょっと山が違いますね。で変わりますね。癖が出ますね。まあ、タコちゃん上手にね、ある程度描いてますよね。で、ここでですね、眉頭というところの位置、ちょっとペンで見てください。左側の理想の位置と眉頭の位置がどうですかね。これ今、遠心って言うんですけど、聞いたことあります？遠心、求心ってあります。お顔を引き締めて、キュッと立体的にしてクールにしたい場合、眉頭を中に入れてください。これ求心があります。で逆にこうやって話してる、これ今遠心があります。ちょっとこっち左側あるからどうですか。柔らかい感じになるでしょ。ここ空いてるだけで。でこれを眉頭を鼻の、まあですね、鼻の穴の上ぐらいまでこう持ってくるだけで印象になりますから、一回ちょっとやってみてください。なんかお絵描きしてるようですけども、これ実はあのメイクアップアーティストのになる卵はこれをこうとことん描くんです、とことん練習するんです。何かもう見やんと理想の前なんかもう見合いにもスッと描けないから、